ダグラス・バーノンデ申請は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、バーバンク出身の元プロ野球選手。1970年の MLB ドラフト3巡目で、ボルチモア・オリオールズに指名され契約。1973年9月9日の対、クリーブランド・インディアンス戦の7回表に、ブルックス・ロビンソンの代走として出場し、メジャーデビューを果たす。 1976年にサンルイッシュのレギュラーに定着。1979年にはワールドシリーズに出場し、第一戦で本塁打を放つ。1982年にカリフォルニア・エンゼルスにトレードで移籍。同年は打率。301、30本塁打、97打点と活躍し、シルバースラッガー賞を獲得。8月3日のミネソタツインズ戦では、 1>, 1回裏の打席で2球目を本塁打、3回裏と5回裏にはいずれも初球を本塁打し、3球連続本塁打を記録している。1983年には MLB オールスターゲームに出場した。以後、1987年にジャック・ハウェルに3塁の定位置を奪われるまでエンゼルスの肖像類士として活躍した。シーズン途中の9月に FA となり、 シーズン残り7試合でセントルイスカージナルスと契約。地区優勝を争っていたカージナルスはジャック・クラークの故障で4番打者不在となり急遽獲得した。チームは地区優勝を果たしたがプレーオフ出場資格がなかった。1988年1月20日に NPB のヤクルトスワローズへの入団が発表された。 38歳と年齢的な衰えは隠せなかったが、それでも NPB 初打席初本塁打、東京ドームの公式戦、第1号や、史上5人目の2試合連続さよなら本塁打を放ち、存在感を示した。同年限りで現役を引退。引退後は、実業家兼代理人となる。また、ジャック・ハウエルの代理人も務めた。また、1993年には、 レオンリーと共に映画ミスター・ベースボールのテクニカルアドバイザーも務めた。2011年8月4日、アメリカ証券取引委員会にインサイダー取引の容疑で告発された。医薬品関係の会社情報を入手し、3人の仲間と共に170万ドルもの違法な取引を行い利益を得ていたとされる。その後、デシンセイは250万ドルの罰金を支払った。 2012年11月28日、同容疑で起訴されていたことが明らかになった。ありがとうございます。